菊川のお宝を探せ。古文書に記された謎の文字を解読してネットで検索せよ。ヒントは菊川の魅力。というわけで、今回の使命は菊川の魅力の一つ、交通アクセスを調査するわよ。菊川市は狭いエリアに JR や高速道路のインターチェンジ、空港などが点在し、国内国外どこに行くにも便利な場所なのよ。そんな菊川の街から暗号を解読するヒントを見つけましょう。どこかに何があるのを何年だ。そこにいるのは菊川市のマスコットキャラキクノンとチャラリーマンのようだけど、何してるのかしら。ビビバイビなんです。お宝を手に入れる暗号を手に入れました。実はキクノンたち、昔のお屋敷の片付けを手伝っていたら、お宝が手に入る暗号を発見したんですって。何と、これは皆さんにもその暗号をこっそりお見せしちゃうわね。菊川の魅力が宝のしるべとなる？ふむふむ。開いてみると、湯飲みに入ったものを取り除け。そして左の方には意味のわからない文字が並んでるわ。この文字の中から湯飲みに入ったものを取り除くってこと？そっか、それで2人は湯飲みの中に隠されたものを探しているのね。暗号を解読するヒントの動画は全部で3つ。皆さんも動画を全部見て、暗号が解けたらネットで暗号の答えを検索してみてね。素敵なお宝が手に入るかもしれないわよ。そんなわけで、2人と一緒に菊川の調査始めましょう。通勤するお客さんでにぎわってるけど、ああ、菊川駅ね。菊のんたち早速調査を始めてるわね。最近は駅前にマンションができたりだとか、商業施設も多く建ち始めて、すごく住みやすいなと思います。そうですね、朝電車の本数もありますし、まあ、西に行くにも東に行くにも通いやすいところだと思います。そうなのよ。菊川市は静岡県の2大都市、静岡市と浜松市の真ん中にあって、どちらへも40分足らず。お隣の掛川駅には新幹線も止まるから、東京なら1時間50分、名古屋は1時間で行けちゃうのよ。それに車でいろんな町に通ってる人も多いのよ。町の真ん中に東名高速のインターチェンジがあるから、とっても便利ね。菊川インターから東京までは2時間20分、名古屋まで1時間半。大都市にもちょっとドライブって手軽さで行けちゃうわよ。車に大きなバッグを積んでどこかにお出かけかしら。ちょっと北海道まで遊びに行ってきます。この車でですか？いえいえ、空港まで行って、それからは飛行機ですよ。ですよね。菊川市街から車でたった20分。富士山静岡空港は無料の駐車場もあるし、とっても便利に国内や国外に出かけることができるのよ。なるほど、なるほど。国内なら北海道や九州、沖縄とつながっているし、韓国や台湾、中国の各地にも運行してるのよ。菊川にはいろんな魅力があったわね。ところで皆さん、暗号のヒント見つかりました？キクノンとチャラリーマンが調査している時にヒントがちゃんと映ってたわよ。わからない人はもう一度見直してみて。他の2つの動画を見て暗号が解読できたら、そのワードで検索してね。お宝をゲットする方法が見つかりますよ。
それでは皆さんの健闘を祈ります。